はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回はね、バイオハザード5、前回の続きからスタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。So this was the facility Exela was talking about. She's got us under surveillance. I'd almost guarantee she sent that BOW to eliminate us. You can ask her about that, and about Jill wants to fire. All right. ああ、ここか。ようやく敵のね、マジにも銃をね、武装するようになってきましたね。こうなってくるとそろそろね、大変なステージになってくるんですよね。まあ、なんとかね、死なないようにやっていきたいと思います。でも、あれですよね、ここまで来ちゃうと敵はあれですよね、人と戦ってるみたいな、そんな感覚ですよね。まだ来んのか、来た来た。よし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 。結構僕はこの5のね、武装マジニが苦手なんですよね。いたか。結局こういう銃を使う敵っていうのはバイオハザード4からの系譜なんですよね。6もかなりこういう銃を使ってくる敵とかいたんですけど、まあ、ちょっとそこまでいっちゃうとやりすぎだろうっていう感覚も否めないですけどね。まあ、いや、一応。Come on, Roger. バイオハザード7の敵は、まああれもまた違った意味でゾンビとはかけ離れてますけど、どうなんでしょうね。どういうのが一番バイオファンのニーズに合ってるのか、そういうのはちょっとね、こういうね、長い歴史のあるゲームだとマイナーチェンジをね、起こしていかなきゃいけないんで、作る方も大変だと思うんですけど、まああれですね、4みたいな、バイオ4とかね、この5とかみたいな、アクション路線が好きな人と、初代から続くようなね、ああいう、俯瞰視点の、バイオとね、好きな人は分かれると思うんですけど、僕は、まあ、どっちでもいいんですけどね、でも、まあ、バイオハザードの初代のね、ああいう感じの俯瞰視点のゲームで今も売り続けてたら、まあどうなんだろうね、今の子供たちというか今の若い子は買わないかもしれないんで、そういう点ではね、4のマイナーチェンジは良かったんじゃないでしょうか。と喋っていると敵がめっちゃ出てきたんで、どうしよう。これだ。まだ撃ってるな。一人取り流したかな。もう一人、あ、いないわ。よかった。だいたい、なんかこのステージあたりから結構大変だった記憶があるんですよね。やたらと盾を持ってる、まあ、マジニとかね。いるんで大変ですよね。そういえばスカートが、中身大丈夫か。
このシバちょっとあれですよね、アサシンクリードのシリーズに出ててもおかしくないような見た目だな、上半身だけは。結構しっかり刺繍とかもあって、あれだな、細かいな。なんでもこの赤ずきんは女性スタッフが考えたらしいですね。やっぱり女性ならではの発案ですよね。さて、確かここからリッカーが出てきた気がするんだけど、どうするか。まあ一応強力なね、またマグナムシェバに持たせてますけど、殲滅するか当たらずに逃げるか、難しいな。これ歩いていけば普通に回避できるんですよね。当たらずに行ってみますか。あ、バレた。なんでバレた？作戦変更だ。一回下がって。よしよしよし、いいぞ。うわ、暗。見えねえ。暗いな。まるで俺の人生のように暗い。で、まだこっちにいるんですよね、この先にも。まあシェバが強力な武器持ってるから、別に倒しちゃってもいいですけどね。てか撃ってるし、好戦的なシェバだな。やってやるか。落ちけ、撃て撃て撃て。行こう行こう。こっからなんかだるかった気がするんですよね。なんていうか、コンテナみたいな、コンテナってなんていうの、あれよ、ベルトコンベヤみたいな。あー、やっぱそうだ、ここだ。ここ嫌いだな、あんま好きじゃないよ。どっかにいるんだっけか、これ。遠くから撃てるよね。あー、やべ、バレちゃった。くそー、君たちは何？生物学的には死んでるの？何なの？なんでそんな銃を撃ってこれるの？凶暴性が増してるってこと？すごいよね。あ、まだいる。じゃないよ、まだ一人いるんだよ。あれ、いないな。あれ、終わった？あ、いた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 。もういいよ、君はボビーみたいな顔しやがって。手榴弾も投げてんのか。今回ちょっと長くなっちゃいそうだな。なんかはしごとか降りるのは、6はやりやすいですね。ボタン一つなんで。ここ通っていくしかなさそうね。そうね。まあ、ここは別にいいんだよ。真ん中走っていけば。ここはいいんだけどさ。ここにいんのか、確か。いた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 。あいつ何やってんだ、あいつは。アホか、自爆したぞ。よし、チェックポ
ポイント。あーもうこっから本当やな俺、ここきついわ。あそこにスタンバってるしね。まずなんだなんだ、とりあえずあいつを倒しとこう。死んだの、死んだっぽいな。やだなここ本当にやだ。まだ生きてる。目がしょぼしょぼする。よしこれだ。うわー普通に生きてるし、やばいやばいやばい。これ手榴弾投げてくるんですけど、それが結構、おお曲が終わった、殲滅した。あまだ流れてる。どこにいんのよ。あここにいんの、これ無理だよ。うわー汚ねえやり方が、汚ねえなお前ら本当に。見た目だけにしとけって汚ねえのは。ようやくここか。あここあれじゃない、あのあいつ出てくるでしょ、あの一撃死の確かゴキブリみたいなあいつ、なんだっけ、なんだっけ、リーパー、リーパーだっけか、リッパー、リーパーな、リーパーって。ほらこの卵、これあれですよ、知ってる人は知っているんですけど、まあ初見殺しですよね。最大のやたらと昔殺されましたよ。電撃弾が有効だったのかな。まあいいや、とりあえず行きましょう。あれ、ああそうか、この後か。どうしようかな、逃げの一手で行くか、攻めの一手で行くか、悩みどこだな。シェバは相変わらず一人もしてんでいいような弾を拾ってるしさ。来るぞ、うおー来たー、気持ち悪い。おら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 、でこれあれなんですよね。あっあっさり倒した。これ腕一本でも剥ぎ取っとくとね、一撃死は逃れられるんですけど、よかった。まあもうシェバーにマグナム持たせてる時点でよかったよ。まあその代わりね、クリスの武器はちょっとそんなにいい武器ではないんですけど。ああ、ちょっとね、やっぱ若干忘れてるんですよね。これ動かすんだ。でまたなんかこのつるっぱげ実験隊たちか。もう君たち確かロストインナイトメアーズでも出てくるんだよな、やたらと。しかも倒せないっていうね。分かってる分かってる、そうやってガーってくるのは。はいはい、分かった分かった。うわー気持ち悪い。これだってこれ、ひよー気持ち悪いな。てかよくその見た目で生きてたな。おーてかシェバー今まで何してたの。いやー気持ち悪い。あーコンテナ、コンテナやばいやばい。よし急げ。何体死体あるんだろう。てか死体なのに生きてんだね。それを焼却処分してるってことがえげつないな。あれこのステージボス ありましたっけ。ボスとかあったかも確か。あーなるほどね。は
はいはい。これはちょっと武器の選択を誤ったな。ちょっと飛ばします。時間が押してるんで。いやーちょっとやばいかも。こいつはやばいな。ちょっと待ってくださいね。いいこと思いついたんですよ僕。いやこれ最悪ちょっと卑怯なんですけど、まあ、奥の手、まあ、ロケランはね正直使いたくないんでこれを持っていきましょう。けどもこんな弾拾わなくていいよ。いやこんなことする実況者前代未聞でしょ。プレイする直前に自分の優位な武器を持っていくっていうね。ちょっと今回時間ほんと長引いちゃうかもしれないですね。これをやったとしてもじゃあ勝てるかどうか、勝てるかどうかっていうか、なんていうのかな、早く終わるかどうかって言ったら微妙なんで、まあなるべくね早く。よーし行くぜ。分かってるよ。よいしょーよいしょーよいしょー。ちなみにあれですね、ロケラン撃つともう速攻で終わるんだよ。こうなんかバイオ5でリロードした姿見んのマーセナリーズ以来だな。あんまり本編やらないんですよね。マーセナリーズは割とやるんですけど、まあやるっていうかやってたんですけど、本編は本当に全然やんなかったんで。シェバ撃て。君がアタッカーだ。ムシムシ。やべ、弾ね結構舐めてたかも。おお倒した。いやーもうなんちゅう卑怯なプレイだと見てる方思うかもしれないんですけどね、申し訳ない。5の2でこいつが出て、5の3でこいつが出てくると思ってて、5の3で今のね戦い方やろうと思ってたんですけど、いや想定外でした。まさか5の2でねあいつが出てくると思わなかったんで、申し訳なかったです。はい。まあそうですね、まあ、最近ね割とねバイオハザード5も実況上げてるんですけど、まあ、こう高評価とかねいただいてる動画もあって嬉しかったです。ありがとうございます。はい。じゃあねちょっともうあと少しでね20分になってしまうんで、今回はここで切らせていただこうと思います。続き、こんなプレイでよければね楽しみにしていてください。他のね動画もかねがねよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。よろしければねまた高評価やチャンネル登録、コメントなどねよろしくお願いいたします。それでは。